皆さんこんにちは。この度内定いたしました。私は新潟市のクリニックに内定いたしました。高齢者の方に寄り添いながら仕事をしていきたいと思って。私は東京の医療機関に内定をいただきました。学校で学んだことをもう一度復習して働いてから即戦力になれるように。せーの、応援よろしくお願いいたします。